第二次世界大戦期、イギリス兵が彼の武器ブレンカル機関銃を使用するのを妨害しようとする SCP-225-FR。アイテム番号 SCP-225-FR。脅威レベル白。代々。オブジェクトクラス政府。特別収容プロトコル職員に対する有益な影響のため、SCP-225-FR はサイト、アレフの。カフェテリアや休憩室といった重要でないエリアに自由に留まることができます。職員は、非常性の A 猫と接するように SCP-225-FR との相互交流を行うことが許可されています。ただし SCP-225-FR が、収容及び研究エリアや、またいかなる場合も当該サイトの軍事区域に存在することがあってはなりません。許可された領域外で SCP-225-FR を発見したすべての職員は、処罰を与えることで、速やかに対象をその場から追い払うことが推奨されます。収容違反やサイトへの攻撃、その他あらゆる武力介入を要する事案が発生した場合、SCP-225-FR は速やかに適切な収容ユニットに配置され、任意の戦闘を目撃することができないようにします。この方の収容ユニットは SCP-225-FR に許されている各休憩室とカフェテリアに存在します。これらユニットは、床にはめ込んだ60センチメートルの箱の形を取り、その入り口には厚さ3センチメートルの鉄製の罠を使用します。各ユニットは給水器及び光源を備えている必要があります。危機的状況が収束すると、SCP-225-FR を収容ユニットから解放することが可能になります。収容スペシャリストはその後、この箱に備え付けた罠の状態を点検しなければなりません。SCP-225-FR のホストが死亡した場合に備え、少なくとも1匹の非常性の A 猫をサイト、アレフに提示します。職員への警告我々全員にとり、休憩時間に猫がいてくれるのは喜ばしいことではある。しかしだからこそ、この猫はやはり SCP オブジェクトなのであり、その収容が我々全員の職務であることを忘れてはならない。説明 SCP-225-FR は現在、アメリカンロングヘア種の赤みを帯びて強い毛皮の A 猫、フェリス・シルブス・トリスカチュスの外見をとっています。体長は重量 3.2kg で、を除いた体長は 59cm です。SCP-225-FR の本当の性質を確定することは極めて困難なままにとどまっていますが、SCP-225-FR はおそらく寄生型の概念存在と説明しうるものであり、もっぱら A 猫においてのみ発言します。この概念は占有している A 猫に、あらゆるものへの事実上完全な体制を付与しますが、老化に関してはその限りではありません。この概念の意識はまた、何らかの手段でホストの制御権を握っていると考えられ、この意識の知能は12歳の人間の子供に近いものと思われます。また SCP-225-FR は、ホストの寿命が訪れるまで同じホストを使用します。SCP-225-FR は極めて苛烈な平和主義思想によって突き動かされているように見えます。事実、SCP-225-FR は何らかの暴力を目にすることに耐えられないものらしく、戦争などの制度化された暴力は、SCP-225-FR をさらに苛烈な行動に移させるものと思われます。こうした思想のために、SCP-225-FR は自身が目撃しや隣り得たあらゆる形態の暴力を不断に妨害しようと試みます。ただしホストの性質上、SCP-225-FR はそのような使命を果たすにあたり、大きな制限を被ることとなっています。従って、戦争のような争いを妨害することは、それらの自明な規模のゆえに SCP-225-FR には不可能なものとなっています。SCP-225-FR はしかし、夫婦間での暴力や同僚間のいさかいといった、より小規模な闘争ないしは暴力を最小限に食い止める能力を如実に示しています。この概念存在にとっては何とも哀れな話だ、核のごとき理念によって活動していながらも、肉体を借りている宿主が真面目でないばかりに、その実現が不可能であるとは。デュピュイ博士、SCP-225-FR の意識もまた、
ホストの性質によって一部制限を受けることとなり、加えてこれらのホストを完全に掌握することも不可能であると思われます。事実、ホストの中の SCP-225-FR は非常性の家猫が持つ欲求や制限を保っています。SCP-225-FR は人間との接触を必要とし、また、SCP-225-FR は明らかにこれらの発動を抑制しようとしているものの、縄張りにマーキングを行うなどの、ホストの持つ本能的な欲動に引き続き従います。そう、要するに、君たちはこの平和主義的な存在にレーザーポインターを追っかけさせて遊べるということである。ただまあそういうことはしないように。デュキュイ博士。しかしながら、ホストに伴う制限にもかかわらず、SCP-225-FR は自身の強みに自覚があるとも考えられており、その様子はこの概念存在が、人間に影響を与えることに成功した際の手段において見受けられます。これは常に自身の周囲の人間たちに好かれることから始まり、この猫を取り巻く人間たちの熱狂によってことさら容易な段階ともなっています。最終的に SCP-225-FR は、関連連合を利用してことを進めます。すなわち SCP-225-FR は、暴力が振るわれる現場に居合わせた場合、理解してもらうためにあらゆる手段を浪しつつ、悲哀や不安を表明します。SCP-225-FR があらかじめ彼らの行為を勝ち得ている場合、大多数の人間たちは SCP-225-FR を苦しめることを望まず、結果としてこの時を境に争いを中止します。微妙な問題ではあるのだが、SCP-225-FR は本当に、異常効果によって職員間のいさかいを減少させているのだろうか。それとも彼らは実際は、祀るべき存在を失望させてしまう恐怖を前にして口論を止めているのではないか、我々は決して回答を持たないのではないか、と不安に思う。デュキュイ博士。SCP-225-FR のホストが死亡したとしても、SCP-225-FR が死亡することはありません。反対に、SCP-225-FR の意識は最も近傍にいる家猫の中に転移するものと思われます。財団による SCP-225-FR の発見もそのような手はずで行われました。サイトアレフ街に居住しているデュキュイ博士の飼い猫が、相次いで発生した2件の事故から一切の負傷を負うこともなく生還し、さらに、尋常でない、振る舞いを取ったことから、博士は異常効果によるものと疑いました。SCP-225-FR の鎮静能力に関する実験により、最終的にこの説の正当性が裏付けられました。ホイ 225-FR、一概念存在としての性質上、SCP-225-FR とのコミュニケーションが非常な困難を伴うことは明白なものです。しかしながら、デュキュイ博士の研究チームがこの問題の打開を試みました。第1段階は、はい、と、いいえ、の観念を SCP-225-FR に理解させるものでした。これにより、対象は人間の表情を識別可能であると判明し、よって、はい、いいえ、を表彰している画像と、深い不安や、ある程度の静音を示す人間の顔との関連付けが行われました。反復的な思考を通して、否定的な側面を有する1枚目の画像と否定性との間の、またそれぞれ、肯定的な側面を有する2枚目の画像と肯定との間の、観念を結び付けることに成功しました。これにより、モンタージュを使用して SCP-225-FR に問いを提示すること、及びその問いに対する SCP-225-FR の返答を得ることが可能になりました。そのため SCP-225-FR は自身の平和主義思想と、しかし同時に多大な倦怠感をも直接表明することが可能になっています。SCP-225-FR はまた、歴史的な事件に参与した旨を認めているものの、それがどの事件であるかを正確に述べる能力を有しません。ホイ 225-FR に SCP-225-FR の明白な不死性及び、種々の歴史的な事件に関与したという供述のために、対象の発言の真実性と、それらの事件に及ぼした影響とを明確にするための歴史研究が進められています。
ベルリンの戦い直前に SCP-225-FR を抱き上げるエイリッヒ・ベイレンフェンガー。第二次世界大戦期のドイツ国防軍少将、エイリッヒ・ベイレンフェンガーのケースに焦点を当てた調査が行われました。終戦前のナチスによる隠蔽工作のため、収集に際しては困難を極めたものの、幾若の資料によって、この証拠が、1945年2月にベルリンで回収した SCP-225-FR の影響を受けていたらしいことが判明しました。ベルリンの戦いの折、ベイレンフェンガーの命令を受けた身元不明の兵士が、1945年4月25日に次のように認めています。ベイレンフェンガー少将殿は、自身の部隊の指揮を取ることを拒絶された。今ボリシェイキどもがベルリンにおり、総統閣下直々に A 及び B 区画の防衛を任されているというのに、彼は司令部の中に飼い猫だけを伴って撤去している。2日前にそこから出てきなくなって以来、様子に変化は見られない。なぜこの暗淡たる時に、こんなことを帝国に背負わせてしまえるのか、彼の鍵十字は偽りだったのか、いずれにしても、彼はベッカー警部補がごとく正気を失い、明日ボリシェイキどもの戦車に攻撃を仕掛ける旨を決定した。少将殿の活動停止が、我々全員の死刑宣告とならないことを願う。その他の資料では、ベイレンフェンガーは5月2日ではなく4月30日に自宅した可能性が示されており、仮にそうであるならば、SCP-225-FR が持ち得ていた心理的な作用を名称するものになります。アクセス許可。以下に示すのは、ユトランド沖海戦の折に HMS モーリスに搭乗していた海兵であるアルバート、クックの証言であり、1918年に MI7 によって回収されたものです。SCP-225-FR の歴史研究において発見されたこの証言は、SCP-225-FR に関する収容プロトコルの厳格化の主要因となっています。ユトランド沖海戦直前、HMS ネスターの全部砲塔の中にいる SCP-225-FR。あれは6月1日のことだった。言うまでもなく、1916年の、俺たちはドイツ帝国海軍と戦いを交えてきたばかり。今じゃみんながそう呼ぶところのユトランド沖海戦だな。俺は単なる見習い SF として、グラハム艦長の下、駆逐艦の HMS モーリスで働いていた。あいつは、M9 駆逐艦で、帝の砲塔が、ああ、話がそれた、すまない。俺たちはイングランドに帰還している最中だった。あの海戦は俺たちにとって、他の駆逐艦を相手に行う、わずか数回の射撃の応酬でしかなかった。ああ、恩に着るよ、話したいことがあるんだ。要するに、あの日話のかかった1日でな。その地点からは、俺たちが警護に回されていた巡洋戦艦の第2戦隊は、もうほとんど見えなかった。あいつがやってくるのを見つけるのに時間がかかったのも、同じ理由からだ。あの HMS ネスターを、俺は、ああ、そいつは動いていなかった。右舷のあたりで静止してな。そいつの機関も動きを止めていて、甲板の上には水兵が一人も見当たらなかった。それで、艦長は俺たちに、ボートに乗ってこいつの検査に向かうように命じたんだ。俺は2番目のボートに乗っていた。だけどみんな、間違いなくいやいや命令に従ってたよ。脳無の中を進んでいって、明らかに罪にも何も失った感が、もう一度姿を現して、俺たちが船べりに這い登ると、すぐにも皆の姿が見えなくなった。甲板の上にはあれがあった。大量に。あまりにも大量にだ。俺たちが這い登った側ではなかったがな。俺に任されていたのは全部砲塔の検査だった。近寄っていくにつれ、妙な匂いが漂っていることに気がついた。ああ、石炭やコルダイトなんかじゃない。だが叫び声が聞こえてきて、確認しに行くいとまはなかった。それは年端もいかない水兵で、俺はそいつの声を聞きつけていたんだ。初めのうちは笑ったさ。あいつらこんなに感受性強かったかよ。あれじゃ動物じゃないか。ってな。でも俺は同時に急ぎもした。ともあれ俺は一人じゃなかった。ハッチの前にほぼ全員の姿を見つけた。一人、また一人と戻ってきて、言い忘れていたが、艦はほぼ無傷だった。砲弾を受けた後は確かに何発かあったものの、喫水線の下には何もない。ただ特に何か。ハッ
地の中に入っていった時のこと？そうだな。だけどこれ、あんたにとって本当に必要なことなのか？他にもお資料か何か手に入れてるんじゃないのか？なおい、ああ、悪かったよ。俺がハッチの中に入ると、あれが、山ほど転がっていた。床の上にも、あと壁面の、検閲済み。こいつらハッチにたどり着こうとしてたんだなって話したもんさ。でもなんでだ？俺が何を知ってるって言うんだ？あいつらはただ、そこに手を引っ掛けていただけだった。それにあいつらの顔は、あろうことか、検閲済み、で、あいつらの制服も、それで俺たちは、まだもう少し館の内部に踏み入っていった。当然だが、すでに吐いてしまってた奴らを除いてだ。俺たちが先に進むほど、匂いも強くなっていった。至るところにあれが転がってたよ。両手に顔を埋めていたり、胎児みたいな格好をしてたり、皆が皆ドイツのことを思い浮かべた。当然だよな。結局絶望感に押し負けてしまって、石鹸なんてできっこなかった。とにかくあれは刀傷には似ていなかったし、重装にはもっと似てなかった。何も似ているものなんて、ああそれで、そうやって先に進むうちに、あいつらのマスコットを見つけたんだ。あのかわいそうな生き物は怯えているみたいだった。戦室に身を隠し、死人に向かってニャーニャー泣いて呼びかけて、だからそいつを回収してしまうと、他には何も見つからなかったって言いかわしてさ。俺たちは幻灯を使ってモーリスに信号を送った。あいつらも返事をよこしてきて、それから俺たちは出発した。明らかにみんな、いち早く出発したがってたよ。そのネスターは漂流船だったんだ。そりゃあな、大陸で起こってることくらいは知ってたからな。だが悪いことに、俺たちは水兵だ。戦争が恋人なんだ。全部艦長に説明してやった。いい海兵が吐き気を耐えてる姿なんて、それまで艦長、一度も見たことなかっただろうな。その後艦長は、俺たちの話を真面目に受け取ってくれたよ。生存者がもういなかったことを艦長に受け合って、俺たちに確証があったのかって、その点についても保証した。この中尉殿は、そいつを港まで栄光してやろうと考えていた。間違いなく一番賢明な決断だ。だがあの時は、俺たちの方が俄然分別を欠いていた。優れた艦長っていうのは、部下たちの声に耳を傾けることができるものだ。そうだろう。それであの人はネスターを沈めてやったのさ。二度目の一斉操射が行われてすぐに、俺たちは加藤どもは弾薬庫に入っていった。それから花火が炸裂した。動きもしない敵だったから、狙いをつけるのは至極容易で、そしてネスターとは、永遠にもう別れだった。